ハインリヒ・フリードリヒ・ビル・ヘルム・ゲゼニウスは、ドイツの神学者、セム語学者。ゲゼニウスの編纂した、ヘブライ語文法、辞典は、現在も改訂版が使用されており、その後のヘブライ語研究の基礎を築いた。ゲゼニウスは、ノルトハウゼンに生まれ、ヘルムシテット大学を経て、ゲッティンゲン大学で1806年に、博士の学位を取得した。 ゲッティンゲン大学の志向し、院外教授を経て1811年にハレ大学で、進学の聖教授に就任した。1842年にハレで没した。ゲゼニュースのヘブライ語文法は1813年に、初版が出版され、生前に13版を重ねた。14版から21版までは、教え子のレーディガー、22版から28版までは、 カウチによって最新の研究を反映して改訂された。より学問的な文法書を1817年に出版している。聖書ヘブライ語辞典は何度も出版しており、他のセム語との比較に基づいている点で大きな特徴を持っている。大腸、シソーラスはヘブライ語の単語の語源を詳細に論じている。ゲゼニウスは早期のフェニキア語非文研究者の一人でもあった。 すでに、マルタ語が、アラビア語の方言であることを論じた1810年の書物で、マルタ語を、フェニキア語の公営とする当時の説に反論するため、フェニキア語の文法、例文集、語彙を収集した。1837年の著書では当時入手できた70種の、フェニキア語の碑文を集めて出版した。ゲゼニウスは、レーディガーと共にヒムやる王国の碑文解読の、 先駆者でもあった。他に、イザヤ書の仲介などを出版している。ありがとうございます。